ライアン・ラットンはカスケードのアーティスト名で知られるアメリカ・シカゴ出身の DJ 音楽プロデューサー。彼には妻のナオミ・ラットンとの間に3人の娘がいる。フォーブス発表の世界で最も稼ぐ DJ ランキング、エレクトロニック・キャッシュ・キングスにおいて1800万ドルを稼ぎ、2015年度の第7位にランキングされた。同ランキングにおいて2014年度は 第8位、2013年度は、第9位に位置するなど、世界を代表する、スーパースター DJ の一人である。なお、第1位は、3年連続で、カルビン・ハリスが主位を堅持している。アメリカのイリノイ州シカゴで生まれる。フランキー・ナックルズや、マーシャル・ジェファーソン、ラルフィ・ロザリオなどに影響を受け、1980年代、半ばより、DJ 活動をスタート。 1990年から2年間の日本滞在を経て、アメリカのユタ大学への進学を機に、ソルトレークへ移住し、音楽活動をスタート。大学卒業後、2000年にサンフランシスコへ移住し、本格的に音楽活動に専念する。サンフランシスコ移住後、アメリカの名門ダンスレーベル、OM レコーズのクリス・スミスと出会い、契約を結ぶ。2001年、カスケード名義で、 E.P. ホワットアイセイをリリース。そして2003年、初のスタジオアルバムイッツユーイッツメをリリースし、渋谷の外資系、レコードショップを中心にカスケードが奏でる、そのメランコニックで美しいメロディがオシャレハウス、乙女ハウスなどと形容され、クラブピープルたちの支持を獲得することに成功した。翌2004年、セカンドアルバムインザ・モーメントをリリース。 同アルバム収録曲のスティッピンアウトがベイビルボードのホットダンスクラブプレイチャートの5位を獲得。エブリシングは同チャートの1位を獲得するまでに至り、世界的に大ヒットした。2006年、OM レコーズからベスト版 Here and Now をリリースし、所属レーベルをウルトラミュージックに移籍。同年、移籍後発となるアルバムラブミステリアスをリリース。2008年、 ストロブライトセダクションをリリース。カナダ人の DJ 兼プロデューサーのデッドマウスとコラボし、ムーブフォーメで、ベイビルボードの男性アプレイチャートで見事1位を獲得し、イギリスでも総合チャートでトップ15入りを果たす。2010年にダイナスティ、2011年にファイアアイスをリリースするなど、高セールスを維持している。スカイラーグレイやスクリレックスなどをフィーチャーした。 スタジオアルバム、ファイアアイスは、ベイビルボードのダンスアルバムチャートで自身初となる首位を獲得し、ベイ、グラミーの最優秀ダンス、エレクトロニックアルバム賞にノミネートされた。2012年、マイアミで開催されたウルトラミュージックフェスティバルでは、ヘッドライナーを務め、世界中を熱狂させ、人気を不動のものとした。 翌2013年にはアメリカで最も優れた DJ に選出されるなどアメリカを代表するスーパースター DJ の一人になり名声も手に入れた2013年8枚目となるスタジオアルバムアトモスフィアをリリースし世界的に大ヒットしグラミーにおいて同アルバムが最優秀エレクトロニックダンスアルバム賞に同名タイトル曲が最優秀 ダンスレコーディング賞にそれぞれノミネートされた。翌2014年には世界最高峰のダンスミュージックフェスティバル、ウルトラが初めて日本に上陸し、お台場でウルトラジャパン2014が2日間開催され、4万2000人を動員した。カスケードも登場し、メランコニックでドラマティックなその美しいメロディで日本の若者たちを陶酔させ、熱狂の渦に巻き込んだ。 2015年9月25日にニューアルバムオートマティックがリリースされる。ありがとうございます。